ち頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。もう回ってるよ。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おー、ショーゴめっちゃ無理だ。こういう空き時間を使って皆さんに楽しんでもらえるような SNS を撮ってます。さあ、行きましょう。早く。何これ、何これ。いくだ。どう。テイク4はきついよ。よし。名前ちゃん。会場を見てきました。ぶち上げます。やばい。めっちゃ上がるね。ぶち上がるね。引いて。年の差アップダウン、アップダウンやるよ。あー、はいはいはい。下です。もう下です。最年長。よしよし。じゃあこれはダウン。下です。おお。あ、もうこれアップ。あれどっちだ。ここって同い年。あ、はいはいはい、はいわくん、はいわくん来た、はいわくん。タイマー、タイマー。その後さ、はい、タイマーの女子が先に生まれてる。僕です。あ、じゃあ俺なのが生まれてるの。はい。あ、じゃあ、じゃあいいじゃん、いいじゃん。もうあの、ちょっと待ってくれ、ここに書いてるわ。おい、名前書いてるやん。おい、名前書いてるわ。サインと名前と俺らけなげに、もう全部書いてるやん。けなげにやってたけど今日のあの選択して黒 T がなかったんで、今日はあの佐藤 T シャツです。こう読んだら佐藤 T。 今からリハーサルです。ハハハハ、ヘイヘイヘイ、リハまでって感じです。緊張してる。全くです。もう普段 D リーグでここのステージ何回も立ってるんで、もう2週間に1回ぐらい立ってる。変な感じですね、逆に。ちょっとまあ集中して本番までコンディション整えたいと思います。頑張ります。リハ前、今日調子いいですね、めちゃくちゃ。ちょっと不安なところ多いけど、やるだけですね。ベストを尽くしたらなと思いますので、サポートもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとこれで見させてください。はい、はい、お願いします。後ろだけど黒くできない。どっちがいいのかな。いや、俺もうちょっとついてしまう。あー、いやいや、って感じだった。衣装は、のすけくんがデザインしてくれて、なんかコンセプト手縫いでやってくれました。手縫いなわけないじゃないですか。僕は作れない。節約です。コンセプトは作れないですけど、まあ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 、そうですね。やらせていただきました。めっちゃ嬉しい。はい、音が出てきちゃった。はい、かぶってるけど。おい、いいね、青い。マジ気持ちいいわ。いいね。お力添えのほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひこう少しでも僕たちの思いだったりとか伝えたいことが皆さんに伝わって、そして一緒にこうライブを楽しめるように僕も全力でパフォーマンスします。なので皆さんそこも楽しんでいただけたらなと思います。同じオーディションからこう出た仲間たちなので、来てくださるあのお客さんを盛り上げて、あの幸せになって帰っていただけるように、自分も最高の幸せを届けます。このガーデンシアターは普段 D リーグで毎回ラウンドごとに来てて、こういろんな思い出があるので、こうネオエグザイルライブでここでできるっていうのはなんかまた新鮮な感覚ではあるんですけど、またこう違う色を皆さんにこの場所で見せきれるように頑張りたいと思います。初めて僕らがこうネオエグザイルだけでこうライブさせてもらえるのは本当に嬉しいことなので、まあ、絶対後悔させないようなライブにするんで、ぜひとも楽しみにしていてほしいと思います。しっかり自信持って会場を最高に盛り上げて、まあ、今回自分たちだけじゃないので、本当ネオエグザイル4グループ、一体となって会場を盛り上げて、あの最高のショーケースを作れるようにしたいなと思うので、もうここはあの気合を入れてしっかりかましたいと思います。もう本当にそれぞれの経験値だったりとか、本当にまあそれぞれの個性が本当に引き立っているライブになっていると思うので、
ぱりこの4グループの底力をもっともっと、皆さんに、まあ、この日限りなので全力でお届けできたらなと思うので全力で頑張りたいと思います。4チーム合同のライブが初ということで、あと僕たち CJBB も、まあ、日頃からパフォーマンスもうかましてやるんだっていう気持ちで練習してますけど、まあ、当日、まあ、誰よりもどのチームよりもかましたいですし、あとはまあその他3チームにリスペクトを持って楽しむところ楽しみたいなと思ってます。そうですね、ネオエグザイルとしては初の、ライブなので、本当にもうこの日のためにすごいいっぱい考えてみんなクリエイティブしてきたものを今日はファンの皆さんに届けて、まあ、本当に今日の試合はもうファンの皆さんなんで、皆さんを全力で楽しませれるように、僕たち自身頑張って、これからのつながるいい意味のある一日にできたなというふうに思います。頑張ります。ぶちぶちにぶちかます。かましまーす。バイバーイ。かまっすーい。まあ、やることは、やることは一つだけなんだ。マジで今日一つだけ伝えたいのか。誰も負けねえ、俺らだけの勝負。ちょっと来てくれよ。大丈夫です。いやー、さあ、始まりましたよ、皆さん。ネオエグザイル4グループですけども、リスペクト持ちながら、俺らのかっこいいとこ、やばいとこ、かますとこを見せましょう。本番は何があっても臨機応変に、怪我なく最高のパフォーマンスしましょう。We are the one!10分前です。もうたくさんの人が来てると思うんで、3段目やなし、もうなんて言うんだろう、なんかネオエグザイルをまだそんな知らない人でもやっぱネオエグザイルってやべえなって思わせるぐらい、本当にここがチャンスだなって思うんで、しっかり気を引き締めて皆さんを盛り上げさせるように頑張りたいと思います。もう本番5分ぐらい前だと思うんですけど、エンジンも終わってもうみんな気合入ってるんでやるだけですね。もう一夜限りなんで本当後悔なく全力出していきたいと思います。頑張ります。お願いします。はい、ネオエグザイルスペシャルライブ2024無事終了しました。まあ出し切ったからね。はい、出し切ってくれました。ありがとうございます。楽しかったです。はい、今日は終わりましたけど、どうでしたか。いやもうね、最高に楽しい一言に尽きたし、よう全曲やった、拍手拍手。いや、マジで。しかも、もっとやりたいこと俺らもいっぱいあるやん。確かにね。DJBB としても頑張って、ネオエグザイル4グループとしても頑張って、このエルデイジを俺たち自身が引っ張っていくようにも頑張りたいと思いませんか。どうですか。いや、この通りだよね。もう2本、2本ね。もうその調子で、もう今日からまた頑張って、はい、この後もね、スケジュールありますけども、はい、帰ってリハだね。ね、やばっくね。いや、ちょっと待ってくれ。まあでも頑張ろうよ、はい、乗り越えたら、まあまあまあ、まあ、嘘つくない。今日はないです。打ち上げ行ってきます。皆さんありがとうございました。俺らかますからよ。このキャラじゃないです。かませそうなので皆さん引き続きお願いします。お願いします。